熊おにぎり、熊おにぎり、靴下買ったよ。靴下買った、うん。靴下買ったよ。前髪切ったよ。前髪切りました。今日は撮影じゃありませんでしたよ。どうも。予定は言いません。言いません。アバター考え中。
おお。科博。でして、おお。できた。できたぞ。イメージ。いい気がするぞ。使いやすいかって言われたら使いやすいかは分かりません。使いやすくはないかもな。もう可愛いよ。
ょっともう一個書いてみよう。こうして、あ、こっちか。おお、急にみたいになるよね。こうして、こうして、で、こんな顔やったっけ、こんな顔やったか、ちょっと忘れてきた。で、急に。うん、いいんじゃない？そして、よし、いいですな。うん。完成。見せませんけどね。見せませんけどね。ははははは。え、でもどっちか、どっちにしようかな。
ちにしよう。こっちにしよう。ありがとうございます。いいですな。1個はそうだね、1個はなんか普通になんかに載せようかな。もはやめっちゃ長くなった。すいませんね。しょうがない、しょうがない、しょうがないさ。聞こえてない。あ、そうですか。よかったです。聞こえてないな。聞こえない。いや、何もない、何もないですね。全然何もなかったですね。全然何が起きたか、何が何だかみたいな。何が何だかみたいな。本当に。マイクオフ？マイクオフですか？なるほど。マイクを振ってる。振ってないですね。マイクを振ってないですね。
そうですね。最近絵に絵描くのハマってて、でタブレット買おうか悩んでるっていうことを、なんか昨日くるくるといたからそれ言ったら、なんかあ、なんか絵描くのハマってるんですよね知ってた。タブレット欲しいよねって。絵描くのハマってるんですよね。え、そうなんよって言って、あ、知ってる。知ってるんだ。話の流れがスムーズだった。そうなん。そう。ちょっと。お礼イラストは6月ぐらいですね。6月に描き終えてるでしょう。今30名の方ぐらい描いてて、描いてるから。そうなんでございます。タブレット小さいミニの方、ミニタブレットの方
インドネシアから来ました。わお、いつ買おうかな、どうしようかな、うーん、迷いますわね。うん、これはそう、あとアイロンでやってるだけ。この髪、服に合わせてやってみた。感じ。イエーイ。今日、ヤンコレね、ヤンコレ。さやこれじゃないよ、ヤンコレ。今日はツイード、ツイード、ツイードとふわふわもこもこが好きってことをお伝えしました。うんうん、バックもう春、冬用っていうか冬なんだけど、ちょっと春、この4月に何とかしました。インスタ載せようかなと思ったけど、なんか桜と全身、なんかめっちゃ最近載せてるなと思ってどうしようか迷い中しかも全部平和記念公園平和記念公園のバックにしてる。そうだよ、全身撮りましたよ。撮ったけどね、載せようか、今日載せようかして迷ったって感じですね。乗せてくれ。全身ファン、すごいぞ、全身ファン、全身ファン、引きファンの方が出てきましたQ
急に急に出てきた。全身全身ファンの皆様、全身ファン、膝が好きなの？膝が好きとかあるの？上目遣いファン、上目遣いファン、なかなか、そう、なるほど。上目遣いファンもいるんですね。あんまなくない？上目遣いファン。上目遣いの画像あんまなくない？横顔ファンは、方は今日の投稿特にね、良かったんじゃないか。服顔、私服顔できるんだよね。難しいでしょ。出た、耳ファン出た。服顔むずい。してるっけ。してますっけ。そうなんだ。意外とそうなんだ。自分の好きなやつ、なんだろう。自分の好きなやつなんだろう。なんだろうね。ここぞという時の、なんだろうな。お気に入りの角度。お気に入りの角度か。でもあんまり正面ないかもね。意外と正面というよりかはちょっと光を浴びてるかもしれない。正面あんまないんだよね。膝は別に見なくていいかも。自信ないですね。別に自信は思ったことがないというかかな。横顔はでもよく言われますね。横顔好きって。膝裏見たことない、自分の膝。全然ちょっと興味を持ったことがないな、横顔ですかね。ファンの方はやっぱすごいね。やっぱ私よりも2つも3個もさ、先を行ってるよね。くるぶしファンも俺くらいやるな。いや、そうやろね。くるぶしは全然聞いたことない。全然くるぶしについて私興味持ったことがないな。何見てるかな。メンバーの顔見てるな。顔メンバーの顔何見てるっけ。顔しか、目見てるかな。足首好きなの。
二の腕はなんか聞いたことあるぞ。サンダルマニア、まあ、サンダルちょもう私じゃない、私じゃないぞもう。へえ、あ、重要、へえ、全然、そっか。じゃあ夏いいですね、夏夏はいいですね。ああ、あれね、そう、あの足の指ファンの方いらっしゃいますね。足指ファンの方、サーヤンの足指が大好きですって方いますよもうそう、サーヤンの足の指が見たいですって。見れますかって言って、で夏全然あのスニーカーばっかり履いてたらサンダル履かんの急にシンプルな疑問を持たれてしまった。そう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 。確かに履かんわサンダルみたいな。サヤンの足指のファンです。すごいな。で写真集ではいっぱい見れるからすごい喜んでた。グッズとかも、グッズもサーヤの足指が見れるなら買いますみたいな出らんよねみたいな。グッズに、グッズじゃね、すごいよね。多分配信見てないと思う分かんないけど、うん、配信つらないから、絶対つらないからいやいやいや、そう、手フェチの方はどうだろうか。手フェチの方よく見るな。でも女の子多くない、手フェチっていう人。女の子に多いような気がする。あ、血管ね、血管血管とか血管フェチ。私全然特徴ない。別に手フェチの方に引っかからない手してる。薄いとかある。あ、血管、そう、私、そう、しかも血管出ないから全く、全然血管フェチの方にも引っかからん。うん、注射、うん、注射大変だと思う。でもなんか青白いのはよく見える。青白いのはよく見える。
静脈手首は静脈炎いらっしゃいますかね。そんなこともあるの、そんなこともある。そうだ、リアル話し会とかなら見せれるよ、近くで。手ちっちゃい、手はちっちゃいですよ。全然見せますよ。時計しないな。手首フェチのこと出会ったことないかもな。足指は絶対見せないですねそれはちょっと見せてくださいって言うと見せないかもな。ちょっとうん、ちょっと違うかもなーってちょっと違うかもなそうそう、信州で見れるから。サンダル履かないね、あんまり。サンダル痛いもん、なんかなんか歩きすぎたら痛いんだよね。痛くないサンダルもあると思うけど。あ、下駄痛そう、下駄痛そう、めっちゃ痛そう。浴衣とか痛いもんね。鎖骨フェチ。なるほどね。なるほどなるほど。浴衣フェチ、うなじフェチね。私うなじフェチはね、なんかちょっと嫌かなんかちょっと嫌か。なんか結構うなじ見せてみたい、お言葉にするかもしれません普通に後ろ向いてって言われたら後ろ向きけど、なんか同じ見せてって言われたら耳は全然いいけど、耳とか全然普通に。同じフェチな方多そうだね。うん、好きな人多そう確かにそうなんよね、多そうだね。うん確かに確かに。浴衣はやっぱ強いんですね。そうなの。初見のような気がします。なるほど。
浴衣強い。需要に全部応えてる。需要に全部応えてる。あ、日本の宝、確かに。あ、でも夏にしかないもんね、基本、基本的にね。いや、そうなんや。そうなんよ。浴衣、あ、ね、なんかあったらいいね、イベント、浴衣の。確かにな、意外でも浴衣、そうだね、意外と暑いけど夏って感じめっちゃする。そうだよ、もうすぐ夏なんよ、なんか思ってしまえば。え、結構ね、暑いよ、浴衣って。え、意外と夏じゃない、もうすぐ。浴衣を着たら、そう、あの、髪をアップにするとは限らないですよ。とは限らないという。封印するかも。封印。ドーン。そう、対策、対策しようかな。でもね、そう、髪短い浴衣今までなかった気がするし、短いのを活用しようかな。その着るときもう髪伸びてるかもしれんけど、でもあれよ、いっぱいおると思うよ、メンバーの。そういうお話し会とかもしあったら、多分半数以上は髪をアップにしているであろう。あ、そうなん、すいません、そう、そうですよね、すいません。すいません、なんかすいません。そうですよね、すいません。そうですよね。確かに。じゃあ考えておきます。考えておきます。あれよね、2回あったらいいよね、浴衣を着るあの機会が。2回以上はあったらいいよね。
今年、あ、去年は、去年では3回ぐらい来た気がする。3回か4回配信で1回は確定いや、わかんないよ、配信で確定じゃないかもしれないし。あ、そうだわ、撮影グッズとかの撮影で、そうだね、一回着るってなったら、そうですな。確か去年は二つ結びした気がする。三つ編み、三つ編みの人、あ、そうだ、去年はそうだ、リアル話し会とオンライン話し会があったんだ、2回あったんだ。とあと普通に打ち上げ会の時と配信と、配信あったっけ、なんかいろいろあったんだよね。あとグッズか、グッズのやつと、うん、なんでしょうかね。そうそうそう、自分で切れる、うん、切れない自分で切れないね、結構難しいんだよねあれうん、大変、なんかうん、意外とこうどんどん取れてくる。しっかりしとかんと、紐とか。そうなんです。浴衣で萌え台詞あったっけ浴衣で萌え台詞あったっけ、覚えてないなゆたき、萌えゼリフ言った時のちょっと記憶がないですね萌えゼリフインスタはライブの時なんか言ったかも覚えてるけど、なんて言ったか覚えてないな。確かにファンの方も言われたこと、その時はうーって言うけど意外と覚えてない覚えてる、その時は
マジリフ、マジリフ言いなさいみたいな感じだけど、言ったらイエーイみたいな。私も覚えてないしな、なんて言ったか。なんて言ったんだ。でも文字列はね、分かった。バカズ、バカズよ。文字列になれるには、ちゃんと言うには、バカ強。いや全然そう違うけど全然違うけど、毎日言ったらだんだんやっぱ皆さんもなんかもういいかなってなっちゃうと思うんで、やっぱ時々言うからいいよね。久しぶりに言う方がやっぱいいよね。え毎日やっぱすごいな。やっぱすごいな。すごいな、みんな。好きな袋麺、好きな袋麺、うまかっちゃんかな。やっぱうまかっちゃんは美味しいよね。まあ福岡出身っていうのもありますけど、久々に食べたいな。美味しい。あとマルタイラーメンとかめっちゃ食べてた。全国で売ってあると思う。うん、棒ラーメンっていうのか。そうですね。そんな名前が。そう、パスタみたいな感じのラーメン。関東でもよく見かける。へえ、そうなん。ガバ、私ガバね食べたことないんだよね、まだ。
べようとして毎回チャンスが巡ってこない。そう、美味しそうですね。それしかないやん。さあやん。最近食べてないな、ラーメン全然。私はいつも普通。普通です。似てる、確かに見た目似てる。みつさんとのラーメン、この前行こうとしたけど、やっぱり私たちがよく行ってるラーメンを食べるには2日間ぐらい必要なんですよ、次の日に響くんで。だからなかなかね、その2日間取れる日がないんですよね。そう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 、コンディションもあるし。そうなんや。だからなゆけん、この前は普通にカフェに行って食べて。そうそう、ふふふふ、2日大事ですね、2日間。だけいつも、しかもラーメン食べに行った時はなんかリンゴジュースを飲んだらちょっとなんかちょっと消えるみたいなのがあるから、リンゴジュース買って飲んでた、一緒に。リンゴジュースとか、夏の時はもうラーメン食べて熱くなってるから、あのマンゴーのフローズン系のドリンク飲んだりして、ちょっと直すっていうのが結構ルーティンだった。ちょっと直す。そうですよ、アイドルアイドルなんで、アイドルなんで。そうですね、まあ別に大丈夫ですけど、まあまあまあ、普通に好きだからね、リンゴジュース。リンゴジュース好きなんですよ、美味しいんでね。そう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 、言ってないなぁ。そうなんだ、健康なんだね、やっぱりラーメンって。家系ラーメンは健康、健康志向。油って大丈夫なんかな、体的に。撮影の前の日は食べない方がいい。油も取らんとダメ、塩分がやばい。そんなに塩分入ってんやね。
じゃあ家系ラーメンの油を少なめとか味薄めとかだったらいいんかな。あ、喉にはいい。それはねめっちゃわかる。喉にめっちゃいいと思う。私この前カラオケ屋さんでチキン食べた後急に歌いやすくなった。めっちゃ歌いやすいぞ。急に。こういうことかって。うん。普通にドリンクとか飲むよりいいと思う。健康にいいんだね、家系ラーメン。公園とかでコールせすぎた時とかラーメン食べに行くいいと思う。潤うよ、潤うと思うよ。でもあれだね、公園の後に行くのがあのエチケットっていうか。ちゃんと意識されてるんでしょうか。わかりませんが意外と近いよね、ファンの方同士。そう、なんかそういう意味もあったのかな。ファンの方がライブの後にラーメン食べに行くのって。ブレスケア、聞きそうだけどな。ただのラーメン好きなだけ、すいませんただのラーメン好きなだけ。あ、そっかすれ違い、すれ違い、あ、すいましたいや、もしかしてと思ったんだけど、声が枯れちゃって、なんかもう潤い、潤しに、潤し、潤い、潤しにみたいな。普通に好きなんだね。いや、ラーメンはみんな好きだよな。みんなはちょっと言い過ぎだけど、そんぐらい。ファンの方はアイドルとラーメンに詳しいよね。美味しいラーメン屋さんいっぱい知ってそうだもん。私は結構ラーメン食べに行こうとしてもう同じとこが多いんだよね。家系行くならここ、二郎系食べるならこことか、豚骨ならここって決まってる。だけん、そう、どこやろうと思ってる。ラーメンの良さに気づいたの。ラーメンの良さか。気づいたの。でもね、福岡やけんか知らんけど、結構ラーメンは身近にあったんですけど、良さに気づいたのか。でも家系は最近ですね。1年前ぐらいに初めて家系ラーメン食べてめっちゃハマった。福岡はね、豚骨ばっかりだから、それまではずっと
豚骨しか勝たんって感じだったけど。うん、家系ってなんかなんだろう、なんだろう、家系だからなんか普通にあお家みたいなラーメンなのかなって思ってたんよ。お家お家系みたいなそう、なんか家庭の昔ながらみたいなって思ってたんよ。え、それ私結構こってりが好きだもんな。だってこってりと豚骨が好きだもんなって思ってたら全然違ったよね。家系？そうなんや。そういうあのあれがあったんで、設定があったんだよね。胃もたれ、あー確かに胃もたれはしそう、しそうですね。え、でもあれをよく、うん、なんかラーメン食べたい時が学校帰りとかに行ってた、ラーメン食べに。290円のラーメンがあるんですよ。だからそこを食べに行ったりしてました。そうなんだっけ、290円でもね、全然美味しいんですよ。ウエストは290円のもつ鍋よね。量もちょうどいい。うん、いやそうなの、すごいよね。確か今も同じ値段だと思う。250円ラーメンすげー。ウエストの290円のもつ鍋も美味しい。ファーストフード感覚で食べてる確かに全然ハンバーガーとかより安いよね、もう今の時代。100円があるか、ハンバーガー。学生の頃100円のハンバーガーに水、紙コップの水で過ごしてた。いやそうね、今ラーメン1000円ぐらいするよね。うん、美味しかった。チキンクリスプめっちゃ美味しかった。今ないっけ、めっちゃ好きだったんだけど。うん、最近なくなって新しいのに変わったんか、商品名変わったんだ。へー、しかも学生の時私めちゃくちゃ食が細くて、チキンクリスプ1個でお腹いっぱいやったん、しかもめっちゃ食細だった。そうなんよね。100円、小学校の頃が一番食欲があった。ラーメン替え玉3回して
3回したっけ、替え玉2回して、あれ3回だったかな、替え玉3回、3回目か4回目らへんでお父さんに止められたっていう、やめとき。しかもなんかラーメンも普通のラーメンじゃなくてもやしラーメン、めっちゃもやしラーメンにハマってて、もやしラーメンからの替え玉、しかもチャーハンも食べてた。そう、野菜取ってた。そうだよ、もう常におかわりしてたもん、ご飯。コロッケもいっぱい食べて、とんかつもいっぱい食べて、弟の分まで食べて。弟がもうお腹いっぱいってなったら、え、食べていい。みたい。そうよ、そんな時代あった。そう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 。すごい。今普通、今は普通になった。どんな言い方、どんな言い方なんだ、どうだろう。普通に体型、体型だから、ほんと最近まで一回も変わってないんですよ、この体型は。一回も変わらなかったのに、去年その写真集の撮影前になんかラーメンいっぱい食べてたら、で撮影終わった後もハマってしまって、いっぱい食べてたらなんかだんだんとちょっとなんかあれみたいな、前までは何食べても変わらなかったのに、なんか変わったぞみたいな、急にみたいな、なんだ筋肉かな、それまでね、結構それが悩みってぐらいだったね。あの体重も全然変わらなくて、逆に急に5キロ増えて、あれみたいな、5キロ増えた幻想。でも確かにね、筋肉もあると思う。筋肉説もある。あ、元は、元は結構やばいぐらいだったかも、体重。今が結構平均。でしたね。多分もう戻らんな。あの頃には。
そうだよね。今がいい方めっちゃいる。でもあの頃はあの頃で結構食べてた。食べてない時もあったけど、食べてる時もあった。今がいいと言ってくれて嬉しいな。そう、 PR 舞台の時、PR 舞台の時どうだったかな。何キロだったんだろう、全然覚えてない。実家にしかさ体重計がないから。なんかめっちゃここら辺が、あのほっぺがなかったよね昔。こうシュッてシュッて感じ。そう、スリム、スリムです。よかったです。もう気づいたよね、多分。もう戻らないんだろうって。もう戻らないであろう。でもちょっと、ちょっと減らしたいけど。ラーメンはすごい。ラーメンはすごい。結論。一番聞いたのが4日連続家系ラーメンの時かな。あれが一番効いたね。そう、4日連続ラーメン食べるぜ。めっちゃ美味しかった。しかも横浜の、いや、しかも違うお店。しかも、なんか気づいたら、気づいたらかな。まずね、なんか泊まったとこの近くにまず会って行こうってなって、そしたらまたメンバーに次の日誘われて行こうってなって、そんな感じだった。ここも気になるな、行ってみよう。
楽しかった。あとファンミーティングがあったね、ちょうど横浜の。ちょっと歩いて一緒に。ネギが、ネギもりもりのラーメン。お店によって全然違うね。全部美味しいけど、その時は全然並んでない。私的にはそうだね、ネギは必須ですね。1回目横浜でファンミーティングあったじゃないですか。2回目はどこだと思いますか？日本、うん。いや、決まってない、まだ決まってないですけどね。まだ決まってないけど、決まってないけど、瀬戸内ではどうだろうか。1回目関東、2回目関東。説。うん。でもこれからワンシーズンずつでもいいから、なんかイベントしたいっていうのはお伝えしましたけどね。そうなん。ワンシーズンずつできたらいいなーって思います。でもスケジュールの関係もあるっていうのがあるみたいですね。そうなんよね。
通にアルバムのイベントもあるし、そちらもありますしね。うん、楽しみ。心構え、心構えしておこう。アルバムのイベントとかもいつ発表されるか分からんけど、うん、うん、私もまだ知らない、知らないですね。アルバムいいよね。楽しみ。6月？ 6 月発売やね。うん。4月末、うん、始まるもんね。始まるし、早すぎる。急に来るからね。4月末、あははは、あははは、4月は色々ありますね。
うん、バタバタ、うん、バタバタです。バタバタだけど、でも楽しみもいっぱいですね。最近うどんと豚肉とごま油で和えるのにハマってる。美味しい。それにネギを、刻みネギをいっぱいかけてる。おいしい、うまうまです。食べやすい、めっちゃ。うん、いい感じですね。そうなんだ。お皿洗いしなきゃ。お皿洗いしなきゃな。そうなんよ。でもやってしまったら結構すっきりする。うん、すっきりしたいな。そう、配信終わったら一回ちょっと無心でお皿洗いでもしようかな。一番はね、作った後にすぐやったら結構楽なんですけどね。そうなんよね。あ、もうすぐ終わりでございます。電池変わったかな、変わってないか。そうなんよね。え、そうなんだ。大変だ。え、マジか。今日木曜日か。今日は木曜日だったぞ。明日金曜日ですね。
早いな、1週間。お菓子、お菓子じゃない、ありがとう。フジポンさん、ひろとさん、タッチーさん、神戸のヒッキーさん、みつるんさん、あら、ん、フジポンさん、ひろとさん、つりけんさん、タッチーさん、神戸のヒッキーさん、みつるんさん、まいせんたん、こっぺさん、まささん、さとけんさん、なおさん、おたてさま、おうさむさん、台湾のこうさん、鳥取太郎さん、みっちーさん、ゆいぞうさん、せいやんさん、あおちゃん、きちねさん、ゆうきさん、りょうさん、ぼてさん、えびーさん、ときわさん、ラティアさん、こぶやきさん、こうちゃん、大西くん、にのまるさん、セレニーさん、たかさん、たにーさん、りょうさん、ありがとう。美しいですか。そうそうそう、おやすみ。ないと、グッドナイト。壇上読みました。壇上読みです。めっちゃ爪取る、まっさらにしますわよ。でもめっちゃこれ取りにく、久々に自分の爪見た。これは私の撮れるか、撮れるのが先か、配信が終わるのが先か、どっちだ。
も結構これむずむずいな結構。わーお。おお。これは絶対すぐ手を洗いに行かなきゃいけないってぐらいなんかもう手がめっちゃ潤ってる。おやすみー、バイバーイ。バイバーイ。また明日。トゥモロー。トゥモロー。トゥモローデイ。バイバーイ。